以上やってました。浜田信也です。小学校時代は暗い子供でした。中村哲です。あんまり友達がいない小学校時代は自分の足の裏を自分でくすぐって笑ってました。エースの運動禁止です。小学校時代はジャンボと呼ばれてました。首藤健です。小学校時代はこんなことしてました。東京ハートブレイカーズコルトカムメンツ初演の映像だぜ。せーの、どうぞ。拳銃持ってきた。モデルガンだ。これ本物に改造できる。心配したら事件の犯人が息子になるんだよ。落ち着け藤井。それでおばちゃん殺そうぜ。うわ、懐かしいね。相変わらず散らかってんな。将来は安定した生活をしたいので終身雇用なら何でもいいです。そしてやっと卒業になりました。中学校はみんなと違うけれど新しい友達を作ってたくさん遊びたいです。おお、いやー、どうなるか。